レイアウトグリッドやフレームグリッドは文字組みを行ったりドキュメントのレイアウトに使用してきたわけですけれどもこのグリッドを出力して編集段階で役立てるということができますグリッドの書き出しはファイルメニューのずっと下のところにありますグリッドのプリント書き出しとありますプリントと書き出しができるということはつまりプリンターに出力することもできますし PDF などのファイル形式に書き出すこともできるということです。では、このコマンドを選択します。グリッドのプリント書き出しのダイアログが開きました。このプリント項目というところで出力するアイテムを選択することができます。まず、グリッドの設定されるのは、レイアウトグリッドとフレームグリッドです。それぞれごとに出力をするかしないかという設定ができます。チェックのついている項目が出力されます。 ページに設定されて、レイアウトに使用する、この薄いグリーンのグリッドがレイアウトグリッドでしたね。そして現在は NZ 表示になっていますけれども、薄い紫のグリッド、これがフレームグリッドです。フレームグリッドには文字数の表示がつきます。ですから、もし文字数を表示したいときには、フレームグリッドを出力しなければなりません。グリッドの書き出しでは、フレームグリッドで NZ 表示をしてあれば NZ の形で、 文字枠表示にしてあれば文字枠がそのまま出力されます。NZ と文字枠の切り替え確認しておきましょう。まず選択ツールでフレームグリッドをクリックして選択します。その上でショートカットを使いましょう。マッキントッシュはキーボードのコントロールキーを押しながらクリック。Windows ではマウスボタンの右クリックです。コンテクストメニューが表示されます。現在 NZ にチェックがついて,いて NZ 表示であることを表しています。これをそれでは文字枠表示に変えてみましょう。 ここでわかる通り、文字枠と NZ の切り替えというのは、フレームごとの設定です。ですから、このフレームは文字枠、このフレームは NZ ということができるわけですが、別個にしておくのもちょっと難ですので、揃えましょう。もう一度、ショートカットですね。コントロールクリック。マッキントッの場合、マウスボタンの右クリック。Windows の場合です。そして NZ ということで戻したいと思います。さらに、関係ない余白の部分で、今のショートカットを出します。マッキンとしてはコントロールクリック。 Windows はマウスボタンの右クリック。そうしますと、フレーム文字数を隠したり表示したいということができます。これは、すべてのフレームの文字数を隠したり、すべてのフレームの文字数を表示したいということになります。この文字数については、個別に設定することはできません。グリッドのプリント書き出しのダイアログに戻りました。ここではページに設定されたレイアウトグリッドも取得したいですし、それから フレームグリッドの NZ と文字数の表示、両方出力したいので、チェックはつけておきます。テキスト。現在、このドキュメントにはテキストを流し込んでいません。でも、もしテキストがあっても、このチェックを外すと、テキストのない状態でグリッドが出力されます。今回はどちらでも変わりがありません。その他のページアイテムというのは、特に画像などのアイテムです。ここでは画像も出力したいので、その他のページアイテムにはチェックつけておきます。ダイアログの下の方で、 プリント時の線幅とあります。これはレイアウトグリッドとフレームグリッドそれぞれ別個に線の太さを設定することができます。ここでは特に設定は変えません。設定が済んでプリントアウトです。もしプリンターに出力したいという場合にはダイアログのプリントボタンをクリックします。プリントのボタンをクリックしますと通常のプリントのダイアログが表示されます。ですから出力するページの範囲等々の設定を行った上で プリントを行えば結構ですまた戻りましてグリッドのプリント書き出しのダイアログなんですが今回は結果を画面でお見せしたいと思いますですからプリントではなく PDF の書き出しを行うことにしましょうダイアログの書き出しボタンをクリックですここでも通常の PDF への書き出しと同じダイアログが表示されますから保存する場所ファイル名ビリオド PDF をつけた方がいいですねそして形式は AdobePDF にしますその上で 保存のボタンをククリックです PDF 書き出しのダイアログが表示されますので、ここでスタイルが設定してあれば、スタイルを選択することもできます。今回は画面に出しますから、カラーは RGB に、画像は低解像度に変更します。では設定項目を切り替えます。ページとページマークです。見開きで出力したいと思います。そして範囲は 右開きでちょうど見えるように、それでは2ページ目から3ページ目まで、間はハイフンですね。トンボのところですが、印刷マークについては、印刷マークをすべて印刷にチェックがついています。では、これで PDF に書き出しましょう。書き出しのボタンをクリックです。これが書き出された PDF ファイルです。トンボもちゃんとついていますね。フレームグリッドは NZ で出力されています。 それからちょっと見にくいとは思いますけれども、文字数の表示もちゃんとされています。